別に大丈夫です。別にいいです。どうでもいいです。でもいいよ。そんなきっちりメイクしたいから。めちゃくちゃ良くないそれ。なんかナチュラルでいい。ビガオライトとかないですか。ビガオライト、この自然光で。自然光一番漏れるでしょ。うん、ちょっと離れる。豆っぽくしといて。豆っぽく。誰といる？プルタンよりちょっと小さくしといて。まあ確かに誰といるってなっちゃう、ね。あ、そう。今日は深田愛芽と24時間沖縄生活ということで。何この企画どうした？いいのこんな。宮古島はちょっと行かない的なノリで。こんなことある？俺こんなコラボでこんな壮大な長時間一緒にいるって初めてなんだけど。いやそうなんかあんまりなくない？はい、そう。いやあんまり。家ばっかだからさ。まあ確かに。あんない。ごめんなさい。あじゃあ連れ出してくれたんだ。コストコ行ってコストコ行ったじゃん。うん、とで109行ったじゃん。うんだからそうで次いやだいぶなんか浅草とかそこら挟まずにいきなりそう連れ出してくれたんだもんね。そういやでもすごいちょうどコメントで家ばっかりつまんねえって結構来てたからそれやっぱずっとプールとは、うん、簡潔に収めようとしたからコスパよくそうだからこういう景色とかやっぱ視聴者さんに見せないとねっていう、うん、でお相手がエイミさんってことで、はい、いやめっちゃ緊張してきたなんか、うん、なんでだっていやだってこんなだってさ大体行ってもさ3時間とかじゃないそのでもさディズニーとかはさディズニー確かに6時間ぐらいいたかうん夜まで8時間ぐらいいたか8時間ぐらいうんいやだけどほら今回1泊2日だからガチで泊まるんですよだってそう沖縄だからしかもなんか部屋とかも向かい一番なんか大きい部屋でなんか一応マネもいるんですけどマネージャーもいるんですけどいないじゃん俺今日初めて知ったんだけど私も今日知って1泊30万のホテルに2人で泊まるとすごいなこの企画でもベッド別々なんですよまあ一応あれオフィシャルはベッド別々だよねそれではやっぱベッド別々じゃんオフィシャルではその公式ではいやオフィシャルでは一緒じゃない、うん、誰でオフィシャルで一緒でカットの時別なんですよってか俺宮古島ほぼ初めましてで、ちょっと伝わないかもしれないけどめちゃくちゃいい天気なんだけどなんかすごいねなんもないねさなんか動画回り出した途端さ、はい、プロタンってめっちゃ喋るよねだってさ前が無口だもん無口っていうかいやマジで動画回ってる時楽しみない喋るでしょ。もう本当に。普通に喋ってない。喋らないよね。喋らないよね。結構静かにする。これ喋ってない。そう、もうずっとペラペラ喋るの。で、私の動画回したりとかすると、もうプロタンの動画じゃなくなるから喋んなくなる。いや、喋ってるでしょ。喋ってる。めっちゃ喋ってる。めっちゃ喋ってるよ、それは。動画回ったら喋る。いや、動画回んなくても喋るじゃん。喋っていやでもさいやちょっと待って聞いて聞くこんなさこんなテンションずっと喋ってたらさ、うん、うざくない全然うざくないよいやプライベートで全然うざくないいやえみちゃん結構喋ってくれるからさ、うん、そのほらだから少しでも無口だ無口じゃない印象操作やめて いや無口じゃないそのあじゃあ喋っていいんだ喋っていいよ。てか喋ってるけどね。喋ってる。今はね。違う。いやほらちょっとでもリラックスさせたいなと思って、変にさ話しかけてさ、はいはいはい、ちょっと気使っちゃってんの。なるほどね。そうプライベートはなんか一人でも楽しみたいタイプかなと思って。じゃあ途中で本当にそれかどうかっていうのをちょっと隠し撮りしてる。隠し撮りやめて。エビちゃんなんか一人で楽しみたいタイプじゃない？いやいやそんなことないよ私だって。だって一人っ子でしょ。そう、一人っ子で、うん、じゃあ、切ってもちゃんと喋るよ、じゃあ、うん、ベラベラ喋ってください。ベラベラ喋るのうざくない普通に今日プランあんまないっていうことだもんね。いや、なんかプランない方が楽しいなと思って、ね、確かに宮古島の良さ伝えて、そう、まあ、プールらへんとか、うん、いや、絶対プール出した方がいいよ。そう、で、あと花火とかしたいなと思って。めっちゃいい、花火したい。なんか、私の動画の方ではどうしようかなと。めっちゃいいじゃん、そういう青春みたいのしたい。宮古島ってカードいけんのかな。
いいですか？いいですよ、別に。まだ3割ぐらいしか普及してないからね。ああ、じゃあカードで。宮古島って食べるとこは決まってないですよね、今日夜ご飯。決まってないです。でも夜ご飯とかあるの？ホテルはタッチ OK？ タッチ、はい、あの外国人じゃないですけど、どう見ても、はい。差し込んじゃって、差し込日本人で。日本人で、しまって。日本人でやらしまってる。シェシェありがとうございます。いや、ごちゃごちゃになってるから。ちょっと待って、これすごい、やばい。うわ。あ、こんにちは。え？え、見てもらう、工事してる。え、工事してる。工事してるよ。いや、あの、エミさん、あの、工事してて。迫力すごくない？工事してる。え、小学2年生。いや、なんかあんなに動いてるの見たことないなと。あの、宝トミー好きな時のやつだ、それ。いや、見える。もうちょっと拡大してた方がいいんじゃない？大丈夫？え、ちょっと、そんなだって。結構、うわっすげえ、テンション上がってきた。いや、どこでテンション上がってきた。いや、海でしょ、絶対上がるもん。はい、普通に怪我していきなりテンション上がった。でも私、なんちゃら小学生なんやなんちゃら診断じゃないか、ああ、なんかさ MBTI？ あ、そう、あれ精神年齢地獄さらしい。さあ、行くぞ。え、どうする？運転、エミちゃんするの？運転する。え、マジでエミちゃん運転する？え、運転する。アクセルとブレーキの位置だけ教えて。それ絶対運転できてない。いや、でも免許持ってるんで。免許持ってる。よし、じゃあ、うわ、初めてのエミちゃんの運転で。死んだらここでバイで。ちょっと楽しみだけど、超怖い。ね、ちょっと待って。まず、はい、アクセルどっち？ちょっと待って。いや、高齢者じゃないんだから、あの。アクセルこっちだよね。ああ、右。で、ブレーキこっちだよね。あの、いや、あの、右足だけです、アクセルとブレーキ踏みな。あの、こっちでアクセル、こっちで左足でブレーキとか聞いたことないから。どこ行くんですか、今から。これドライブ。左？いや、左と関係ない。D に入れたら勝手に進み出すから。で、あの、サイドブレーキを、これ、下ろす。下ろすね。はい。で、ね、バックミラー大丈夫。バックミラー大丈夫。で、あと、後ろのミラーも自分で。これ自分見るやつじゃない。いや、自分見るやつじゃない。それはあの寝室だけにして。お風呂上がりだけにしてください。オッケー、面で行きますね。めっちゃ楽しみ。はい。おお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 おい、ちょっと待って。もう本当大丈夫だよね。大丈夫でしょ。あの、取れたか気にしなくていいから、そんな。いや、冗談とか。いや、冗談とかじゃない。冗談の動きじゃないの。いや、そのうち慣れる。いや、これにはなりたくない。ブレーキのさ、踏み具合が分かる。ブレーキの踏み具合は分かります。あの、ゆっくり。ドカーンって踏まなくていいから。あの、今の車はちゃんと最先端でね。そんなめっちゃ踏まなくて大丈夫なの。いけるよね。はい、行きます。こっち OK なんで。はい、OK。いや、怖い。死なないよね、本当に。そんなね、ハンドル動かさなくていいから。あ、そうなの。あの、そうそう。目線をそっちにしたら勝手に車そっち行くから。あ、なるほどね。そうそうそう、いいじゃん。OKOKOK。 これ今ね、次右だから。あ、右、あの信号右だね。あ、なるほどね。そう、まだここ右で、右車線。右車線。いや、あの一番左から右行かないで。合ってる。俺宮古島だから許されてるけど、これ都内走ったら半端じゃないと、これ。大丈夫、はい、行きました。はい、ちょっと視聴者の皆さん、あの、ちょっと暖かく見守ってください。はい、ちょっと待って、すごいいい景色。はい、あ、めっちゃいい景色。ちょっと、うわー、すごいよ、これ。すごいね。ちょっとなんか、すごい、あの、これなんだっけ、あの、いや、何畑だっけ。サトキ畑ね。ザワーワー。ザワーワー。うん、めちゃくちゃ似合ってる。ありがとうございます。え、めちゃくちゃいいよ。こうやって、あの、そう、透明見てね。オッケー。うわー、すげえ。カントリーロードとか流したい。あ、ちょっと歌ってほしい。歌って、お願い。一人ぼっち、恐れずに、生きよう。あの、ちょっと。いや、歌った方がいいね、自分を。押し殺して。押し殺して。いや、めちゃくちゃ波乱万丈な子供みたいになってる。泣いてた。カントリーロード。いや、ポエムみたいになってる。拍手。何歌ったらいいか。いや、でも、あの、ほら、なんか沖縄の歌歌えないの。さっき歌ってなかった。なんだっけな。聞きたい。いや、すげえな。でも欲しいの。走ってるだけで楽しいの。僕はどれくらいに生まれたんだろう。あの流れる
まあもういや島流さないで、ね、わからない。他人になったでも知ってる。あ、知ってたんだ。これだけは知ってる。あ、他人なんだけどちょっと知ってた。君の名前も僕の名前も君の母も父も僕のジジも。いやいや言わないんか。何を知ってたの。何をしてたの、その家族たちの。すごい、いや、いい歌、全然いい歌じゃない。いや、なんかさ、学校とかすごくない。あ、すごい。エミちゃん、景色見た方がいいよ。本当だよね。うん、なんかもう、うわ、絵になるの、この小学生たちが。うわ、こんなところで育ったらどんな人になるんだろうね。いや、なんか穏やかな人になりそうだよね。ね、本当に。いや、そう、AV10 なんてやってなかったんだよ。いやいやいや、そんな、ね、心の声みたいやめて。あの、突っ込みづらいからそれ。AV10 にならなかったら、ここ、いや、そうだよ、そうだよ、この瞬間がなかったんだよ、うん、なかったしね。ここからホテル行くんすか。え、ここからあのホテルです。全然想像つかない、そんなすぐホテルあるの。いや、なんかここにあるとはまだ思えない感じですよね、ね、この電柱柱とか久々に見たわ。目の前のトラックが徐行の鬼みたいになってる。だってこれ30キロだよ。一周仮面卒業した、うん、いやでもこれが沖縄の醍醐味なんだよ ね、 だね、急ぐなよと。今日一日あるんだもんね。そう、一日ある。いや俺そんな撮影したの初めてかもしれない、ガチで。うわ、海が青い。海青いね。海が青い。海ってこんなに青いんだ。すごい美味しそう。あの、エミさんブレーキの仕方が究極に下手くそすぎて、あの、ちょっと勘弁してください。あの、いや、ゆっくり踏むんですよ、ブレーキって。踏んで離して、踏んで離しては。あの、溝やられるよ、このシートベルトで。あ、すごい。すげえ、トゥクトゥクみたいな。トゥクトゥクがいますね。すごいぞ。え、青い空に青い海。すげえ、言葉が溢れ出てくる。先輩どうぞ出してください、思いのままに。うわ、土土コンクリート。なんかすげえお城みたいな。え、もしかしてあれ、あれなんか急に曲がるんだけど。え、うわ、え、急に超高級ホテルみたいな出てきたぞ。急に、うわ、これ乗りたいけど暑いな絶対。いや、そんなことないよ。それを楽しむのが夏なのよ。それを楽しむんよ。あ、楽しむ心を持つことが大事だよ。すいません、はい、そうでした。そうなんですよ、大人になっちゃって。何事もトラブルも楽しさですよ、これは。もうそれが楽しい。誰はい、ここです。いや、ここに止めないで。あの、エミさん、ここに止めないでください。あの、ちょっと路肩に止めあの、封鎖しないで、左左折を。すいません、はい。え、運転変わろうか。変わって。それだけ止めて。ちょっと待って、あの、待って、バック挑戦する、うん、慌てるな、全時間だから。別に相手が来たところでそんな慌てんな。車の運転は慌てちゃダメ。あ、オッケー、うん、もうだって5秒で忘れるんだから、相手の顔、はい、気使ったら負け。最後まで行く、頑張る。そう、最後まで行く。うん、自己中でいいんだよ、運転は、こういう時は。じゃあバックの仕方を教えて。いや、まずあるある。いや、P は一生動かない。うん、これあの、ゆっくりね、ゆっくり。ああ、ブレーキ、危ない。大丈夫、うん、ちゃんとしたら炎上しない。ちゃんとしたら路肩に止まってるし、ハザード出してるから。エミさん、あの、モニターっていうのがあるんで、ね、ずっと、まあ、の目視しなくても。あ、ゆっくり下がっちゃいますね、うん、うん、ゆっくり、自己中でいいから、自己中で。はい、で、これで、うん、はい、これでドライブして。オッケー、そう。はい、本当にすいません。よかった、宮古島で。本当に宮古島でよかった。いや、いいよ、うまい。ありがとうございます。普通にうまい。自信持った方がいい。あ、なんか優しい。いや、マジでうまい。20キロ。この道で20キロ、草。いや、大丈夫。自信持ってきな、本当に。うまい。うん。車幅分かってる、曲がり方してる。うわー、なんかいいね、本当に。なんか緑と青ってこんなに人をさ、心地よくさせるんだね。いや、そう、本当にそれ。
いや、どんなモニターの使い、あの二刀流これ、あのあるのに、うん、ここでいいんじゃない？ここのこうさ、バッグで入れられる？バッグで入れてみようかな。うん。別に本当頼むよ、本当頼むよ。バッグで入れられる？どこどこいた？いや、あの違います。違います。逆で、その全然当たんないから大丈夫。で、ここもまだまだまだ大丈夫。ゆっくりゆっくり。そしたら徐々にハンドルを戻していく。そうそうそう。うん、あのバックしながらね。そう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 。おー！で、ゆっくりゆっくり、一回止めて、うん、で、一回、あの、ハンドルを元に戻して、これね、で、一回前に出てみて、一回ドライブで前に出る、はいうんはい、で、縦にする、ちゃんとうまいうまいうまい、うん、ちょっと後ろ行った方がいいとかありますか？まあ、もうちょっと後ろ行ってもいいけど、はい、オッケーオッケーオッケー、オッケーですか？うまい、うまい、ありがとうございます、なんとか、危ねいや、本当にうわー、ね、危ねえマジで危ねえめっちゃ、めっちゃ最初のあの運転でめっちゃ丁寧に運転してめっちゃ、いいよ、いいよ、うまいよいやいや、自信つけないとさあの、テンパったら終わると思ったから自信つけさせちゃったよ、俺正直、全然うまくはなかっためっちゃ褒めるからさあれ、急に褒め始めたなと思って俺違う違うって言ったらさらにテンパってさ変なことしねえかなと思ってそうそうそう言われるとテンパっちゃうからさそうでしょそう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 褒めた方がね自信持てるからいやいやいやすげえとこついた何影写りどういうこと影写りあーそういうことこれ作ってそれで20秒ぐらいラブ作るってことあーじゃあそう20秒20秒あの瞬きしないで見て上を見ると反射するよそうなんだ90ほらちょっとうっすらうっすら確かにでそうそううまいうまいと思ったうまいうまいうまいも何もないけどイエーイ、はい、すごいなこれこれすごいな広テラスハウスいやここで男女2人は危険だなこれこれは多分もう逆にエイミさんしたいと思わないよこれ思います思うんだお願いしますうんねちょっと待ってめっちゃ合ってるその服とうわ逆光でちょっとあれだな逆光でうわでもすげえめちゃくちゃ合ってるようわーすごいいいじゃんバブリーだねいやめちゃくちゃバブリーだねうわハリウッド女優もしかしてそうですけどハリウッド女優でしたそうですけどいやそうだったんだ隠してないタイプの本ではいハリウッド女優で体脱いでます体脱いでます、はい、服脱いでなくて体脱いでますはい、はい、すごいな骨の方を見せるタイプいやこれすごくない、はい、いやこれすごいよいやだってさ海のさ波ってさこんなにさ、うん、穏やかじゃないもんね穏やかじゃないこっからじゃんもうあっちからじゃんそう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 すごくないあっちから来てるから全然届かないのよ波が何してもいいなここはすごいようわーこれすげえ何回見ても飽きないね私さここまで行きたいんだよね絶対行きたいんだけど平泳ぎできないんだよねだからいや連れてくよ俺あのメールクラブずっと通ってたから何メールクラブメールクラブスイミングクラブいや大丈夫やろうやりたいやりたいあそこ行きたいあそこ行きたいよねじゃ早く行こうよ日落ちちゃうよあ、今4時過ぎだよ本当にうんちょっと最高の一日じゃない変なインサートで心落ち着かせるここが寝室とはいうわ本当に2人で寝ちゃうんだ大丈夫大丈夫そうあのあれです距離近っマネージャーとですどこに人がいんのここですどこに見えません見えません見えません大丈夫プルタッチだよプルタッチ俺どっちなんですかプルタッチあっちあっちあっちのあっちのあっちこっちうん、そっちいやもう別ホテルの距離おい、豪華すぎてもう別ホテルの距離なんだってこれ一緒のところ泊まってる感しないよ豪華すぎてプロ
はい、水着どれがいい？あ、水着、あ、そんな持ってきてくれたんですか。やっぱり青い海に合いそうなやつ。え、これ、これか。あー、それすごいな。これか。あ、それもすごいな。これか。青系でいいんじゃない、この、なんか、あー、青系の方が良さそうじゃない。いや、思った以上にすごすぎてビビった。そして、ほんと止まるんだ。大丈夫これ。いや、あの、完全に別部屋だと思ってたんで。しかもこれ1泊するから、まったりブログ的な感じで、笑いなしで、たまにはいいでしょ、これ。テンション上げて喋ってたけど、結構緊張やばい。もう女子2人と一緒の、彼女じゃない人と泊まるってさ、なかなか、えぐいぞ、これ。いや、これすごい、でも本当に、海が青い、空が青い、このキッチンとかすごいもんね。何これ、カーリングできるよ本当に、ここで。まあどんな感じ、まあ子供じゃないんで、まあちゃんとした節度ある楽しみ方でいきたいと思います。じゃあ行きましょう。プロタン深田と一泊二日暮らす。見たことない彼女の素顔に、普段見せない二人の姿が心の距離を近づける。プロタン耐えきれず沖へ沈む。次回、爆乳降臨。え、大丈夫さ。え、え、なにこれ、どうした、大丈夫。え、怪我してる。いや、うんこしただけかい。